足立信也君、はい、国民民主党の私はですね、日本国の総理として、日本だけではなく、やっぱり世界を見てほしいです、その思いでちょっと質問しますが、あの3月だったと思います、予算委員会で、この世界的なパンデミックを収束させるためには何が必要ですかと、総理にお聞きしました。 あの総理は3密の回避と手洗いということをおっしゃられて、もう少しで膝が崩れそうになりましたけれども、やっぱり最低集団免疫を獲得するようなワクチン接種が、世界でやっぱり各国50%最低それを進まないと、それが進まないと、パンデミックの収束にはつながらないんですね、そういう話をしました。最近はワクチンワククチチンンという,ふうにおっしゃられるので だいぶ方向転にしたのかなと、そうは思いますが、そこでですね、世界を見るということについて申し上げたいんですが、通告していませんけど先ほど田島委員へのね、答弁で、安全安心の東京オリンピック開催が人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証だとおっしゃいました、これ大変手前勝手な言い方じゃないですか。どうして東京オリンピックの開催が人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証になるんですか。 訂正する気ありませんか。菅内閣総理大臣。これだけ世界に蔓延しているこの新型コロナウイコロナ、こうしたもの こうした中にあって、感染拡大を防止をして、そして世界の選手が安心して参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守る、そうした安全安心の大会が実現することができるということは、やはり人類がウイルスに打ち勝った証ではないでしょうか。また私自身、えー この感染拡大の防止に全力でまずは取り組んでいく、そしてその結果として今申し上げたことを話したところであります足立晋也君あの。あまり多くは言いませんが、世界には途上国がある、これから感染が広がる国々もある、人類がこの新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証というのは、ここにいらっしゃる皆さんは、首をかしげてますよ。 それは言いい過ぎだと思いますで次は通告した件ですが、今は去年の4月から施行されたあの死因究明等推進基本法で、この前、委員会でも答弁をいただきました、外国籍の方々も対象であると、でスリランカ人ウィシマズ・サンダマリさんの遺族の方が、なんで亡くなったのか、真相を知りたい、死因を知りたいと。 おおっっしゃっててるのは報道されておりますこれは死因究明等推進基本法の私は対象だと思っていますが、今、その計画等を作っている最中だということは聞いておりますけれども、現在、この件に関して、どういう取り組みをされているんでしょうか、彼女の死因に関して。菅内閣総理大臣。まず、お亡くなりました。 とその5月に対してお尋ねの件につきましては、現在、出入国管理庁において、医師、弁護士など、第三者にも加わっていただき、死因の解明も含めて、必要な調査、検討を進めており、可能な限り速やかに最終報告をまとめる方針であるということを承知しています。引き続き続出入国管理庁において 丁寧な対応に努めさせていただきたい、こういうふうに思います足立信也君新救命等推進基本法、並びに行動計画の中には、専門的な機関を作って、外部から調査をするんじゃないんですか、この入管施設というのは、国立の施設ですね、国の施設であっても外部からきちっと調査をする、それが基本方針じゃないんでしょうか菅内閣総理大臣。 医師や弁護士もなど、この第三者も加わっていただいて、この新因解明も含めて、必要な調査、検討を進めているということであります足立信也君。これでやめますけれども、外部から、あるいは国の機関から、厚生労働省での新型コロナウイルスの感染拡大というのもありました。きちっと 外部から調べるという方法がないと真相、あるいは真究明には至らないということは、自明の事実ですよ。今、内部で終わらせようとしてるってことですよ。猛省、まあ、を促したいと思いますし、進めていただきたい。で今回の法案は、全世代の負担と給付の見直しだと、それはもうそのとおりです。1.57ショック、1989年、平成元年です。平成は少子化で始まりました。 そして2004年、マクロ経済スライドを導入した年金国会。あのときは国会が終わるまで合計特殊出生率1.29というのを隠してました。年金財政に大きな影響があるからです。一昨年は史上最低の出生率、出生数でした。平成年間は少子化が一番の課題であったのに、悪化の一途です。そこで 少子化対策、われわれはですね、私、その年金国会の2004年が初当選ですが、野党・与党の時代を含めて、少子化対策が最優先課題だと私は思ってましたで、この少子化対策が走行ううせず、とりわけ、段階ジュニアが出産の適齢期を過ぎてしまった、これは取り返しもつかないことだと私は思ってるんです。この国でもっと早く少子化対策がこうそうしたのなら、 社会保障財政、特に医療保険財政はどう変わったでしょう総理の思いを聞きたいです菅内閣総理大臣。まず、いわゆる団塊ジュニア世代の出生率が上昇していた場合の推計について、政府としては行っておりません。ここれれ一般論ととしして申し上げれば支ええるる側の人数が増えることから医療保険財政的に 収水のの改善につながるここれは当然ととだと思いますしかしながら、団塊ジ,、えー、ジュニア世代の修正数は、団塊の世代の数よりもかなり少なく、その効果は限定的でありました。また来年から、団塊世代が75歳以上の高齢者になり始め、当面高齢者が増加していく、これ、構造に変わりはないというふうに、当然私も認識してます。 このために高齢者の医療費が上昇し、その支えての現役世代の負担軽減の必要性や、負担能力のある高齢者の皆さんに制度を支えていただく必要がある、こうした点が現実だというふうに思っています田信也君バイデン大統領との会談で、21世紀の民主主義と専制主義の戦いだと、そういうふうに共有されたとおっしゃっています。 民主主義の中核をなすのは中間層です、分厚い中間層です。それ、そのほとんどが現役世代です。今はその中間層が分断されている、コロナでもっとその分断が進んでいる、だから全世代の負担と給付の見直しはしっかりやらなきゃいけないし、中間層を育てていかなきゃいけない。そのの中でバイデンさんの政策として 財政支出、大量にこれを行いました、皆さんご存じのとおりです。そしてそれに見合った形で、コロナを乗り越えて経済復興したら、増税額は340兆円、日本円で、所得税の最高税率は36%から39.6%、法人税率は21%から28%へ、そして金融所得課税は20%から39.6%へ上げると。日本は アベノミクスで資産価格の上昇はありましたが、その上昇に見合った負担をしてないと私は思います。このバイデン氏が挙げた政策の中で、総理としては何を参考に、どれを取り入れたいということを聞きたいと思うんです。このね、需要不足が続いたら、設備投資は抑制され、供給能力は引き上げられない。 研究開発にも抑制される、イノベーションに続かない、さらに供給能力が増加しにくくなるという負の連鎖なんです。需要を何とか換気しなきゃいけない。アベノミクスに賛成だったクルーグマンも日本の需要の低さが誤算だったと言っています。デビッド・アトキンソンは個人消費こそ、景気回復の最大の薬だと、そのようにおっしゃっています。先ほど挙げたバイデン大統領の政策の中で、 菅総理が今後の分断の解消、格差の解消のために、何をやりたい、取り入れたいと思いますか菅内閣総理大臣、まあ。税制については、富裕層の方々に応募の負担をいただくことは、所得再分配の観点から重要であるというふうに考えています。 税率の引き上げなどを行ってきました今後の税制のあり方については所得格差や資産格差の状況を含め経済社会の情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討していきたいというふうに思いますまた税制に限らず最低賃金の引き上げ同一労働同一賃金こうした改革を通じて格差の問題にしっかり取り組んでいきたいと思います足立信也君はい えー、さらなる議論の機会があることを期待して、今日は終わりにします。